皆さんこんばんこばは今日は年12月4日月曜日日日曜です今日のテーマは中国の経済についてこれはですねまだある現象がありました中国ではお菓子がですね売れないんですよ政府の借金についても話をしますそして中国では あるものですね。ダウンジャケットではありません。ダウンコートではありません。軍大ですね。というものがすごい売れています。これはですね、いつの動画で少し触れましたが、これについて話をしたいと思います。中国の経済に関する情報ですね。主に2つありますが、この情報ですね。我々はやはりちょっとびっくりではあります。これはですね、ベストは っていうお店なんです。お店でもありますがお菓子のメーカーなんです。中国ではですね、すごい大手企業なんですよ。スナック、お菓子の研究、開発、調達、販売等運営のメーカーですが、実はですね、外国のものをコピーするだけなんですよ。最初はですね、その後ですね、中国独自の香辛料を入れたりとかしますので、これがまあ開発だと言いますか。 有名なお菓子メーカーですが、ショップもあるし、スーパーあるいは売店にはですね、棚にも商品ですね、展示してあることもあるんですが。ちなみにこの会社は上海の株式市場に上場していて、時価総額は78億円です。約1600億円です。この会社ですね、12月1日に発表しました。 これは17年以来ですね。初めて値下げですと発表されました。すべての店舗にある商品ですね。価格を調整した。平均22%値下げです。一部の商品ですね。ケーキ類、肉類ですね。例えばジャーキーとかですね。の商品については45%の値下げです。約半額ですね。 これがこの状態なんですよ。ちなみにですね、このお店はですね、の看板もそうですが、パッと見てですね、実は日本の漢字に見えるんですね。あの、中国の漢字に見えないんですよ、実は。雰囲気的にもですね、結構日本風にするんですよ。そしてこれがですね、これはあの、ペコちゃんっていうマネーではあるというふうに思いますが。そして、社長さんですね、ヨウさん。手紙ありました。全従業員、消費者、 協力企業への手紙ですね。公開されていますので、内容あります。現在、経営がコ難ナの問題ではないんです。経営していけるかどうかが問題なんですよ。我々改革しなければ潰れるしかないんです。誰でも受け入れるブランドにするんです。誰でも買えるように価格を設定しなければいけません。我々の値下げを 指示してくれる協力会社、現在の会社に感謝する。商品の品質を維持しつつ、値下げをする。これから従業員の勤務体制、給料体制も調整する。ご協力と指示してくださいと。というような内容なんですよ。つまりですね、商品の値段を下げます。従業員の給料も調整するというのは同じく下げるんですという意味です。 しかし、これはですね、同時に、下請けの会社、協力会社、あるいは、現在のメーカーもですね、同じのなんですよ。価格を下げますので、なので、みんなですね、それぞれの会社も、自分の授業に対して、そういう給料も調整されるというふうに思われます。これでわかるのはですね、経済が下落すると、二つの商品はですね、実は先に一番、 食を受けます。一つは贅沢品ですね。あるいはブランド物と言います。次はお菓子、つなぐ菓子ですね。しかし中国では貧富の差が激しいんです。例えば官僚、国営企業の官僚、あるいは PCR 検査キットのメーカーとかですね。やはり影響はありません。つまり中国の経済は良くても悪くても そんなに自分には関係ないんですよ。例えばですが、中国では3年間の大飢饉がありました。みんなお腹がペコペコです。もう数千万にですね、ガチしました。でも、もうたことをですね、毎日チャーシューを食べていました。ただしですね、これはずっと永遠には続きません。例えば、ブランド物ですね、の店も今後縮小しているんですよ。実はですね、 結構縮小して,しています。例えば、香港にあるビトンとかですね、そういう会社も実は縮小しています。あるいは閉店ですね、やっていますので、でもこれは時間がかかります。ただし、お菓子となってくると、これは一般市民、国民の生活に近くあるものですから、やはりどうしてもですね、先に一番ショックを受けてしまいます。原因としては、 お菓子を買うにはですね、みんな自払いですね。会社負担してもらうとか、請求はですね、ちょっと難しいんですね。まあ、個人はですね、それぞれ自分のお菓子を買って食べるんです。ただしですね、それは絶対に必要なものでもないんです。いっぱい食べてお腹がですね、仮にいっぱいとなっても長持ちはしないんです。つまり、生活に欠かせないものでもないんですし、 お菓子というのはあってもいいし余裕があれば食べていいんです。でも絶対に必要でもないんです。しかしですね、ここでもし給料が減りました。収入が減ったんです。あるいは節約しましょうとなったら、さっきにですね、お菓子を買わない。あるいは少しだけ買おうかとなってきます。これでお菓子の大手メーカーにすればやはり大変なんですよ。今後ですね、 現在、大幅に値下げするのですと発表されました。次はですね、現象としては中国の田原くじですね、例年よりものすごい売れています。今年1月から10月、4758億円のものを売れました。これは2022年より53%の増加です。ただしですね、2022年というのは確かに家から 出なかったりとかですね、あります。ただし、中国ではオンラインなんです。買いますので、家でも買えるんです。そして、たらくじにはですね、いろいろ種類がありますので、どの種類であっても50%以上の増加です。一部のか、あの、おか、あの、一部のですね、たらくじは安いんですよ。1件とか2件とかありますので、それがですね、買って、今買ってすぐにですね、 コインで、あるいは爪で、あの、チコチコすればですね、できますので、数字が、あるいは番号ですね、出てきますので、それで当たったかどうか、すぐにわかります。これが安いんです。でもですね、これが一番売れています。78%ぐらいですね、去年よりですね、売れているんですよ。これでわかるのはですね、経済が悪化すると、宝くジですね、結構よく売れています。次はですね、 前の動画で少し触れましたが、軍大ですね。これは、あの、見たことは、ある方とですね、いらっしゃると思いますが、実際的にですね、切ったというのは多分難しいと思いますね。日本ではですね、昔でしたら、あの、毛皮とかですね、今ですとダウンジャケットとかですね、なってくるので、なので中国ではですね、現在、これなんですよ。これがですね、昔の写真でしょうか違います。最近なんですよ。 これがですね、東北地域の運動会です。女の子たちはですね、あの、一応ですね、綿花、中に積んである、このですね、花柄のものを着てるんですよ。昔はですね、これが国民服なんです。軍大尉も実は同じなんですよ。昔はですね、国民服でもないんです。 まあ実際的にですね、私も、あの学生の時代ですね、普通に着ていました。でもですね、自慢できるんですよ。結構ですね、これものであっても、当時はですね、贅沢品でした。でもその後ですね、やはりみんなですね、持つようになって、それから改革開放となって、亡くなったんです。ダウンジャケットですね、なってきました。東北地域ですと、まあ怪はですね、なってきますので、現在ですね、どの学校であっても、 もう普通にですね、着る人がもうすごい増えてきています。そして、学校の量ですね、全員で買いましょうと、全員で買った方が安いんです。この女の子がですね、着るメンカーですね、メンカーという、これはね、あのコードと言いますが、面貨のコードですね、39元です。39元というのはですね、約600円とかですね、700円とかですね、なってきますので、つまり、 高いいもものでもないんでなすよ。この軍大ですね。これはあのタコさんのけど買ったらですね、安いんですが、100円もしません。2000円もしないんですよ。大きいだけで2000円もしないんです。これはですね、すごい重いんです、実は。私は来てですね、重かったんです、やはり。なので、暖かいかどうかは分かりません。とにかく来て汗かくんですよ。それが重いからでしょうかというふうに思います。重いからですね。 汗かいて、それで暖かく感じたかもしれません。ただしですね、皆さんは多分聞いてたかもしれませんが、手をですね、ここに入れるんですよ。この軍隊ですね、この、あの、トリーと言いますが、そこはですね、結構大きいですので、両手をですね、あの、この感じにするんですよ。これがですね、手袋をつけなくてもいいよという意味です。これはですね、非常に暖かいです。これはですね、 皆さんはやったことないと思いますが、実はですね、これ結構いいんです。でも、普通はですね、みんな手袋しますので、このことはしません。例えばですね、雪道で歩くとですね、結構危ないんですよ。こけたらですね、手抜けませんので危ないんですよ。まあ、これがですね、私の経験談でもありますが、これがですね、今は安いのは事実です。安いから切るのも事実です。でもですね、中国はやはりですね、昔に 戻っているっていう意味なんですよね。改革開放してから、軍大意というものが消えたんですよ。やはりですね、国民の生活、豊かとなってきて、毛皮とかですね、あるいはダウンジャケットとかですね、出てきますので。でもですね、今年のダウンジャケットは本当に高いんです。現在ですね、この軍大意というものはまだ復活なんです。つまり、 改革開放の前に戻っているよねっていう意味なんですよ。若い子たちはですね、ある意味分かってきたというふうに思います。この子はですね、軍大尉来ていませんが、でも寒そうです。この人は軍大尉来ているのですが、やはり寒そうではあります。でもダウンジャケットを着ればですね、多分暖かいと思いますよ。次はですね、中国の債務の問題について話をします。 11月末ですが、中国の財政庁、新しいデータを公開しました。10月、今年10月末まで、全国の地方政府の財務はですね、40.1兆元です。約40兆元ですね。地方政府の企業、国営企業の財務は、スイス銀行のレポートではですね、48兆元でした。つまり合計ではですね、90、 8兆元です。この数字がですね、中国の地方政府の債務の数字は信用できればの話ですが、でも、こういう数字を使いましょうと思います。約ですね、98兆元ですが、100兆元だと言えるでしょうか。去年ですね、地方政府の税収というのはですね、地方政府は土地を売ります。そして、各地域で、各町で罰金はするんですよね。 7だとですね、投資もするんですよ。例えば、政府が運営する観光地とか、政府が運営する地下鉄の駅の前のビルとかですね、そこで政府が持っていますので、そういう投資の収入もですね、全部入れて18兆元です。全国です。全国の地方政府です。そして、地方政府の借金の利息はですね、平均5.2%だと言われています。つまりですね、 地方政府毎年の利息の返済はですね、5兆元前後だと計算しましょう。つまり地方政府の収入はですね、約30%利息の支払いで消えるんですよ。今年はですね、もっと大変です。原因のは地方政府はですね、土地あまり売れないんですよ。売れてもですね、安いんです。収入の3分の1ですね、返済ではなくて、 利息の返済で消えるんですので、事実上ですね、これは地方政府はもう破綻したんですよ、実は。これで人民銀行ですね、今年数回対策してきました。例えば、返済を延期にするよとか、債権を発行するよとかができました。しかしですが、これは誰が悪いでしょうか実は習近平です。習近平が2023年、2013年登場して、 地方政府の債務が急増なんです。2013年まで地方政府の債務は10兆元突破。しかし2019年は21.3兆元突破。2021年は30.5兆元突破。2023年は40兆元突破ですね。当然ですが、2019年から2022年ですね。この間はコロナ対策がありましたが。しかしですが、 中国地方政府ですね、あくまで地方政府の債務しか公開しません。国営企業とか、自分の中央政府、あるいは自分の借金、あるいは国債についてですね、発表しません。これはですね、予測ではありますが、地方政府はですね、毎年18兆元の国債を発行してきました。稀に発表するんですよ。中国の GDP ですね、100兆元。 だと計算すれば、18兆元政府の国債毎年発行してきて、またですね、132兆元の債務があるんです。これが今の状態なんですよ。これはですね、どうしてそういうふうに言えるかと言いますとですね、中国のいつのですね、主要企さん言いました。主要企さんは前の、えー、国家の総理でした。なので、主要企首相はですね、 の息子さんですね。出てきたんですよ。息子さんは、周恩来さんですね。この周恩来さんはですね、中国の国際金融 CICC の CEO なんですよ。以前ですね、2010訓練者が、香港のメディアで口が全て閉まったことがあるんです。当時ですね、2017年の末、中国の債務の総額ですね、600兆元以上ですと。 いいう風な話をですね、言っていましたただしですね、内容としては、これは中央政府だけではありませんので、地方政府プラス地方政府プラス国営企業プラスですね、個人も入っているんです。個人というのは主に自動車ローンとか住宅ローンですね、そういう話な,なんです。なので、こういう話があったんですよ。しかしですね、2019年となって860兆元となったんです。 中国の GDP の8倍以上ですね。もしですね、860兆元で計算すれば、利息のことをですね、6%計算して、毎年は52兆元ですね、約ですが、利息の返済です。しかし中国の GDP は100兆元しかないので、約 GDP の半分ですね、返済で、利息の返済で切るんですよ。これでわかるのはですね、中国の経済は確かに、 だいぶとなってきたんです。これは原因はですね、これ以上の借金はもうできないからなんですよ。2018年、リーマンショックがありまして、アメリカの中央銀行と言いますが、量的金融緩和政策をですね、作ったんですよ。この施策を作ってやってきました。これはですね、QE と言います。中央銀行はですね、国債を買うんです。住宅ローンの債権も買うんです。 最後、企業の債券も買うんです。そういう流れなんですけれども、これで市場に対して通貨をですね、提供するよという意味です。結果ですが、国債とか銀行の貯蓄の利息も下がりますので、投資家たちはですね、やはり違うところに投資するんですよ。例えば、株式市場に投資するし、企業へ投資するし、会社はですね、企業もそうですが、 利息安いわけですから、銀行からお金を借ります。借りやすいんです。そういう意味ではありますが。しかし、デメリットもありますが、中央銀行の債務がどうしても増えていきます。ただしですね、私が言いたいのは、中国ですね、実に真似をしました。中国ではですね、m l f と言います。これは、中期貸し出し制度と言います。この制度は中国にしかないんですが、 中央銀行はですね、商業銀行に短期間の間にお金を提供するよという意味です。しかしですね、これは嘘です。実はですね、継続的にずっとやっていくんですよ。結果ですが、お金をですね、いっぱい流すんですよ。お金ですね、商業銀行に提供します。しかし、商業銀行ですね、お金はあっても、お金をですね、借りに来る人が少ないんですよ。 そのお金をですね、余ってしまうので、国債をですね、買うんです。つまり、商業銀行は、本来ですね、お金があって、会社とか、個人とか、個人の企業にお金を貸したいんですよ。その他、利息が高いんですね。でも、仮に来る人がいないので、国債を買ってしまうんですその。でもですね、利息が安いんですよ。これで、中国の国債ですね、64%、 商業銀行が保有しています。比べてみたいと思いますが、アメリカと日本ですね、そんなに変わりませんので、アメリカと日本の商業銀行ですね、国の国産の所有はですね、7%前後なんですよ。つまり規模が全然違います。中国の商業銀行のリスクとは、一つ国営企業の不良債権です。 国気企業にもお金を貸しますので、国気企業はですね、外国へ投資します。例えば、シルクロードですね。でも、大変です。次は、不動産企業への投資ですね。不動産企業の不動産権です。例えば、広大不動産ですね。中国の GDP の約3%ですね、お金を借りていますので、広大不動産が崩壊したら、もっと大変です。次は、 地方政府の工事ですね。中国の地方政府はあちこちで工事するんですよ。空港とか地下鉄とかですね。鉄道も作ります。高層ビルも作ります。そういう工事もですね。商業銀行からの,からのお金です。次は4。中国の普通の人です。住宅ローンを組む人です。あるいは自動車ローンですね。簡単に言えば、みんなですね。実はもう借金がいっぱいです。 返済は利息だけでも精一杯なんですよ。これが今の状況です。つまり人民銀行はお金をですね、出しているんですよ。そして商業銀行は国債株式地方政府の債権を買います。市場にはですね、実はお金流されていません。当然ですが、民営企業にも流されていません。これで習近平はいくらですね、経済を良くしようとしてもですね、 無理なんですよ。みんなですね、形上、行動はしています。でも、経済を本当にですね、良くすることをやっていません。しかし、経済が悪化しています。不景気ですよ、とか、株式市場はダメですよね、とかですね、こういう評価したらですね、禁止なんですよ。逮捕されてしまいます。さっきの会社ですが、中国国際金融 CICC という会社ですね、先週、 従業員に警告をしました。もうすぐ年末年始です。すべての従業員、自慢禁止です。ブランド物も,も身につけてはいけませんよ。収入の自慢、食事会の自慢とかは禁止ですよ。特にブランドの時計、カバン禁止ですよ。自分の収入を誰にも言わないでね。自分だけではなくて、配偶者、親族の方にもですね、自慢禁止ですよ。 中国の経済に関する分析の内容。外国語はですね、良いものだけ引用しましょう。批判的、否定的な内容、引用しないこと。外国の経済学者に来てもらって演説するんですよね。そこでは、中国の経済を良くなるよね、というようにしましょう。という、まあ、警告ですね、出しています。あるいは、ルールですね、出していますので、 つまりですね、これから中国にいる外国の企業もそうですし、これからは大変です。これからも大変です。特に、コンサルティングの会社、あるいは経済、分析する機構ですね、大変なんですよ。というのはですね、中国の経済に関する情報ですね、嘘のく情報を言わなければいけません。でも、それは言えません。そして、真実の情報ですね、言ってしまうと、 中国では逮捕されてしまうんですよ。結果ですが、活動はできません。そうすると、中国から移転なんです。またですね、中国政府はたくさん借金するんですよ。今でもですね。でも、さんのことをですね、考えたことはないんです。結果ですが、中国元ですね、この元通貨の価値がなくなる,なるんですよ。なくなるのは言い過ぎですが、でも、 二つの現象が起きます。一つはですね、冷凍です。ドル高、減安となります。次は、部下高、通貨安、つまり、インフレですね。なので、長い目線で見ると、中国の元ですね、安くなります。現在の現象としては、不動産ですね、安くなっています。当時、2017年12月でしたが、ジャックマーさんですね、アリババのジャックマーさんは、 ある名言ですね。言いました。みんな当時ですね、信じませんでした。名言というのはですね、当時は2017年12月でしたが、当時ですね、8年後、不動産はですね、ネギを買うように安いんですよ、と。つまり、誰でも買えるんですよ。そういう話があったんですよ。2017年8年後ですので、2014年ですよね。なので、来年ですよね。 というふうに思います。これはですね、ジャックマーサの予言とも言われています。そして、当たっているというふうに言われています。なので、来年ですね、中国の不動産は思いっきりですね、ネギの値段になるでしょうかというふうに思います。そして、中国の経済についてですね、また話をしますが、経済が悪化するとですね、どんな現象が起きるでしょうか。中国はですね、普通の国ではないので、またですね、 他の国と違うような風景ですね、出てくるではないかというふうに思います。またこれについて話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。